さすがれ。はい。さすがれ、佐藤さん。佐藤さん。あ。佐藤さん。はい。あ、一応日向さん、復帰ということで。あ、すいません、本当。先輩お願いします。あ、そうですね、なんか乾燥しちゃってる。うん、最近乾燥に弱いですよ。まだちょっとね、まあ呼んだのは他でもないっていう感じかな。なんだなんだ、うん、まあさ、わかる、サイドにさ、広がって広がって広がってね。あ、そうそう、ここでもね、はい、全部見えました。うわ、すげえ、すごい、多いでしょ。うん、汚いよね。汚い。え、2泊3日だよね。2泊3日です。昨日来たんだよね。昨日来たんだよね。うちら明日帰んだよね。帰んだよね。何時出発か。まあ一応8時起きの9時出発。ってことは女子軍は7時とかに起きるかもしれないね。メイクあったり。メイクアップあったり。起きないでしょあんたら。起きるよ。全然起きなかったわ今日。起きるよ。今日俺がめちゃめちゃ怒号で起こしたのにリング1個も起きてこなかった。一回になんだよ。うせえな。うせえな。うせえ、おかしいだろ。明日バタバタバーとかできないでしょ。はいはい。で、立つ鳥はあと濁さず。だったらやることは一つ、うん、片付けだよ。片付けよ。はい、荷物もバラバラでした、はい、そうそう、ね、まとめとかなきゃ、はい、パッキングしちゃうね。そうですね、一旦お酒で乾杯みたいなのもいいですか。そういうことか。してもいいけど、仕事しろよって話だけどね。そういうことだね。ダメだよ。ダメとしてもいいけど、測ります。ダメだよ。高岡先生、山本先生ですか。はい、声がでかい方がより圧力があります。圧力があるんですか。圧力圧力ダメだよ。圧力があるだけで、まあ、ダメなんですか。だって、20分とかで片付けたら、え、ちょっと飲めるよね。逆に言ったら、後飲みだ。え、先生、また汚れないですか。そうだ、そんな感じで盛り上がっちゃった。お菓子いっぱい出してる。お菓子だからこれ多数決じゃない。みんなの意見を聞きましょう先生。なるほどなるほど。はい、聞いてください。厳しいだけじゃダメですね。聞いてください。お願いします。じゃあ私からも提案です。はい、お酒飲みたい人いますか。はい。まだ飲みたいか。いいです。いいか。あ、一杯ぐらいですよね。ビール一杯とかで、うん、やりながらこうクイック。確かに確かに。クイックやりながら、うん、あ、なるほど。どうですか先生。でも一杯だったら先生ちゃんとやってくれるのかな。はい、もちろん。うん、まあ、修学旅行なんで、ちょっとだけで、うん、そうだね、今日はちょっとお旅、旅だもんね。お旅です、お旅です。お旅。まあ、じゃあどうでした先生。少しね。あらっしゃー。飲みたかった。あ、いいね。ちょっと、あ、無意識。はい、じゃあ、お酒の人、私は準備する。早く早く行くぞ。あらっと早く。お悩みの人、寂しい人たちだね。じゃあ、片付け頑張るぞって誰か、うん、誰か。あ、山本先生頼む。あ、頼む。じゃあ、お片付け頑張るぞ、ほいほほいね。ほいほいほほいね。ほいほほい。なんか、ここ片付かない可能性、これ一切ないから。どうでもいいですよ、任せます。じゃあ、大丈夫ですね。じゃあ、ここが片付かない可能性、これ。はい。すいません。私の子はいい子ばっかりでね。ああ、すごい。ここ何ですか。あ、これ、これ誰だ。バレンシアガ。これは誰だ。これラピョン。これラピョン。誰。行こう、はい、やることやって、はい、じゃあ生きてる死んでるね。例えば死んでる。死んでる、はい、いいね。でこれはちょっとね、今ね、これはだから生きてる。生きてる新品ね、うん、まあ半分死んでるけど、これ半分死んでる。でこれ生きてます。生きてるわ。いや、どうですか。香り良くすぎないですか。え、いじめ、こういうので人は学校関係ない。うわー、うわ、つまんな。うざ。やろう、ね、マジやるわ。ちゃんと動く。さあ、あとでカリカリ見ないと。え、ほら、なんだよ。もうゴミはゴミ箱に喧嘩しないで。もうやめようよ。違う、やめ
ました。入れてください。あ、いける。はいはい、いける。死に入れて、死にてる。これゴミ、これゴミの死に、ゴミ、はいはいはい、助けてよ、助けて。これ20本なんですけど、1人ぐらいこういうやついないとやっぱ盛り上がんねえということで、悪役買わさせていただきます。やってます、やってます、やってます。いやいや、コンタクトのゴミとかもあったんで。コンタクトね、うん、まあ、すぐもありがとう。今リビングの時間だけどね。すいません。おいおい、待て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 、キッチンとかなんか持ってな。何何、もうやだ、もうやだ、この嫌です。私、山本先生、はい、ちょっと誰高速違反。ああ、え、どうする、あった、ほら、どうする、どうする、どうするの。いや、僕じゃないです。はい、全部舐め、舐めとる、ゾクゾク。やります。いいんですね、本当にやらせていいんですね。バスタオル持ってきます。ね、すみません、行きますから。ちゃんと生きてるのはどうする。あー、すみません。もうすみません、先生、ほっといたら。すみません。じゃあ、あ、なんかお菓子食べてる。はい、これ佐藤君、これもうしまっててください。あー、すみません。あー、すみません。さすがに圧力すごかったもん、今。これ、イカ持ってた。また近づいてくるんじゃない。近づいてくるんじゃない。うぇい、一気くるんじゃない、一気。やばい、ニコミキさん。うわい。マジでくだらない。え、これ誰の携帯だろ。あ、私さん、誰の。お、これ裏に入ってるやつ、かわいい。何これ、かわいいですね。あ、これ引いた方がよくないですか。綺麗に敷いちゃおう。はい、結構ギリギリいた。違う、ラブまた出てきた。コンティニュー。コンティニュー。最近の、ヤマト。最近の投げてた。全然勝ちてるよ。めっちゃ高速球投げてる。いやいや、体で受け止めてから。こっちゴールの取り方じゃないですか。すいません、大谷翔平さん。ちょっと150球振りしてもらっていいですか。はい、じゃあキャッチャー。すみません。あ、じゃあ、ガチャ、ニコちゃん、お願いします。あ、ガチャ、ニコちゃんだって早い球取りたいですよ。全然、はい、忍耐の誇りですか。できるだけ早い、できるだけ早い球引かず、はい、片手ね。普通に頑張れ、頑張れ、これねえ、遊ぶのいい加減にしてください。後輩からマジ言わせてもらいました、先生。ニコちゃんが泣きそうよ。何、どうした、何やった、いじめられた、大事、何した、行ってみよう。おいえ、ん、何した。あ、遊んでたから、遊んでたから、遊んでたから。え、どうした。いや、多分、何、何した。いや、普通に難しいですけど、うん、めっちゃ遊んでたんで、うん、あの、ちゃんとやった方がいいっすよ、先輩っていう風に後輩から注目です。あ、でも私は最初やろうって言ってて、うん、みんながやってくれなくて、じゃあやらない方にしたらみんな混ぜられるかなと思ってやったら、今度は仲間混ぜされてしまったので。それってあなたの絆創膏ですよね。絆創膏じゃない、感想です。高菜をごめんね。仲直りできました。ねえ、誰？誰？誰？
なんだやんのかよ。あ、めちゃめちゃやるわ。やるっていうのかよ。お前友達にあげる。あ、入れる。りょうちゃん、はい。はい。はい。うわぁ、マジの。うわぁ。マジの入らないか。自信満々。一回さ、今荷物片付けようと片付けようって言ってんじゃん。待って待ってください。もう俺も乗ってるから。できました。さっき できてるものをなんか適当に触り直しただけ。すごい綺麗になりましたね。いやー、やっぱ一仕事っていいな。久々になんかこういう仕事やりたくなったわ。嬉しい。誰も寝ないでほしい。いやー、どうですか完了。いや、パッキング終わったらめっちゃ綺麗になった。いや、めっちゃ綺麗になった。あとキッチン。あ、キッチンっすか。あ、キッチンだ。いや、キッチンだな。キッチンもみんなでやったらすぐですか。そうですね。ゴミぐらいだ。うん。あれ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  Hey! The body I'm wearing pants 見たんだな、最近。やるよー。やるよ。おーもらえればいつでも対応するんでお願いします。ああ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 あ、今5です。あ、すいません。はい、なかったの。ポンジ驚かない人間なんだ。驚くすらない人間なんだ。全然
気づいてた。気づいてないよ。じゃあすっごいな。全然驚かない。驚かないの、うん、すげえ。うん。これ拭いたやつしまう人を誰か雇ってもいい。雇われたよ。リリー示してください。いつみや。今日から俺の部下だ。こんにちはよ。せっせとやれ。あ、いい動きするっすね。待て、まだ出してない。あ、これマジすごいと思う。おい、渡辺もええって、それ集中しろ。いらないそのルーティンみたいな。あれぐらいだったら大丈夫みたいです。あ、うん、線引きができた。はい、佐藤君ちょっと待ってますけど、やってやれ。結構見出してる。全てをゼロにする。ハキはできてるな。うっしゃやった。いや、出るぞ。出ました。出ました出ました。すぎ、ね、すぎ焼き。えぐいわ。あ、びっくりってなってやばい。あ、やばい見事なもんだ。あいつ何してる。あ、復旧作業。
黙々と黙々とそういう悩みになってそれは普通になったね。あれ、協力してる。いつしかそんな熱に負けてる全員が全員9月の熱に負けました。構成さしたのサイレントで、サイレント構成だ。サイレント教場やな。おー、綺麗になったか。綺麗になった。すごい綺麗になった。綺麗になりましたね。やるな。いや、キューガさんの姿にこう、うん、心打たれちゃいましたね。ショートだよね、山本先生。4組だけですよ、これ。山本先生、4組だけです、この騒ぎ。先生悪くないっす。ね4組だけですよ、先生、これ。他のクラスもみんな寝てます。何ですか、鈴木くん。ねえ、佐藤君この部屋じゃないよね。ねえ、浦田君も隣の部屋だよね。向こう。なんだよこれ。なあこれ。いや、ちょっと何言ってるか分かんない。山本先生が、ね、山本先生 OK 出したんですかこれ。けどもちょっと自分の管理不足で。ねえ、そうそう、何これ。二人ともこう、これ何ですか先生、流行ってます。今ちょっと流行ってますね、クラスで。最近流行ってる YouTuber の平成フラミンゴっていうやつらがやってました。あ、くだらないね、そんなやつら。素晴らしい YouTuber ですよ。素晴らしい YouTuber です。くだらない。こうやってやってました。素晴らしい YouTuber です。じゃあ部屋に戻る、はい、ね、かわいそうに、あつきくんだけあんな。そうですね。ね、寝れなくて、うん、早く戻ってください。はい、はい、やっぱ、テレグラムと動画撮ると楽しいっすね、ほんと楽しいっすね。コムドットメンバーの中、いつもと違う一面も見れるんで。ああ、確かにそうですね。楽しいっすよ、個人的にも。ありがとうございます。もう洗い物ないっすか。くっせぇ、おい、なんじゃロックセンターを渡したの。くっせぇ、おい、なんだよ。うわ、お、コップ
平気、まあ、ポイントだ。うん、ここ嗅いでみごらん。本当平気で、ここ嗅いでごらん。くそなんでくそくそだおい。くそ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 くあ、すいません、遅れました。申し訳ない。あ、おお。お。おお。お。はい、オッケーです。はい。オーラップスめお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんなマジで頑張ったね。ラストリーをね、濁さずに済んだって感じですかね。いや、マジこの旅をじゃあまた、うん、おっす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 楽しかったっすわ。楽しかった、うん、楽しかった。なんか千葉のコテージ来たみたいで言うなよ、なんか千葉の変ってわけじゃないけどさ、一応宮古島来てんだ。いや、なんで誰もいない感じとか、誰もいない感じとかも言うなよ、うん、海がメインの島だからさ、そうだよ。海以外でこんだけ楽しめたってのはすごいと思うよ。確かにな、ミッドベイですよ。うん、あ、眠いですか。ここあ、今来るかもしれない。今、私隠してるんだから。今してる、今感動してるんですよね。感動するすぐ目に入ったけど、やっぱどこ行くかじゃなくて誰と行くっすかね。行くっすね。いや、ほんと幹事、うん、ありがとう。いやー、ほんと、いや、ほんと、これはもう天気だから。いや、ほんと、ほんと、ほんと、あらがえないでしょ、誰も。まあまあまあ、そうなんですけどね、もうめっちゃ楽しんでほしかった。いや、楽しかったです。天気込みで感じよくみたいなのもあるから、はい、まあ、リベンジさせてくださいよ、うん、え、え、あ、リベンジなんですか。おじゃあ次の漢字もあれ決定リーさんいいですか。あれ今やしいから。え、ちょっと一人ですか。いや、だから同じメンツってことでしょ。いやいや、でも申し訳ないですよ。そんなもん私が言い出したんだ。私一人でやりますよ。ねえ、おー、茶やだ。俺もう一回やらせてくださいやろって。やってみる逆にね、はい、なんか別の人が組んだコムミング旅行も行ってみたいな。あー、確かに。じゃあ、まあやりたがってたら申し訳ないんだけど申し訳ないんだけど。はい、じゃあ、あの、指名すればいいね、次。あ、指名すれば、まあ、3人決まるから。だから逆に、ゆうたがゆうまを指名するみたいな流れもありか。うん。そうか、そうか、確かに。どうだ。どうだ。まあ、ニコちゃん決定でしょ。ほんと結構言われるよ。ですよね、うん、これちょっと、うわ、計画遅いと言われるぞ。じゃあ、会議して、指名して。あ、僕から3人でやるっていうね。今回できなかったことをイメージするっていう。姉さんもね、振っちゃって。姉さんは、アグリスしね。そう、どうすかね、まあ。まあまあ、卒業して。お客さん、お疲れ様です。まあ、3人卒業って感じです。そうですね。はい。いや、これ難しかったっすね。あれ、なかなか決まってなかったっすね。いや、早かったっすね。じゃあちょっと肩をポンポンします。あ、じゃあ1年さんはもう決まりでいいですか。あ、1年さんはでも一応もしかしたらないとかいう感じで。じゃあもう始まってますからね。始まったっすよ。ラー、すごい、後ろにいるかも。ラー、後ろにいる。あ、怖いよ。あ、どっち、怖いよ。来るかな。あ、来た。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 来た
じゃあ次の期限も3人で決めていいよ。あーそうだ、今が4月の末だかも5月でしょ、うん、これまたやんなかったし七福神また言われるんでしょ。七福神もなしにしよう。七福神に逃げるみたいなのがさ、けどだってありえないスケジュールがボンと急に組み込まれる仕事じゃん。そうじゃん、そうそうそう、さあお前もできない、できやしないんだから行きたんだよ。夏ですか、5月、もう5月ですか、言っても8にしよう。8、終わるまで81から130ぐらいまで。そうだね、8お願いします。お願いします。それじゃあ、これにてって感じですかね。はい、これにて、おめでご旅行、はい、終了っすかね。終了っすね。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった、楽しかった。バイリンゴー、バイリンゴー。リホさん基準で、リホさんもうちょっと外行っても大丈夫です。はぁ、そしてリホさんが一番端、ゆうまくんもうちょっと端行ってもらって、前も行ってもらって、ごめんなさい。はい、そうですね、間に入るよ。で、顔なんとなくこっちの方に、なんとなく。カメラ目線ですか。はい、ですね。はい、そうですね、いますよ。クリスチャン、パーティー、はい、ようだ、こら、オッケーです。